折りたたみ自転車。小さなホイール、独特な外観、スポーツバイク専門店から近所のホームセンターまで幅広いお店で売っており、シンプルな作りのものから最先端技術をふんだんに使った e バイクまで、1-2万円台で購入できるものから50万円以上するようなものまで、さまざまな折りたたみ自転車が存在している。これロードバイクやグラベルロード以上に数が多いのではないだろうか。そんな折りたたみ自転車とはほぼ無縁だった人間がいる。私だ。今所有しているバイクは6台、どれもえりすぐりのエリートばかりだ。僕は自転車に乗って旅をすることが大好きだ。日本の知らない土地、お気に入りの場所を走り、感じ、体験するのはいつでも幸せな瞬間である。折りたたみ自転車、これよくよく考えたら最強の旅自転車なのではないだろうか。小さく折りたため、車の中はもちろん電車輪行や飛行機輪行も手軽にできるのではないだろうか。いろいろ考えると旅をする上でこの上なく便利そうな折りたたみ自転車、なぜ今まで所有してこなかったかというと、なんとなくである。機会がなかった。ロードバイクでも輪行はできるし、車載もできる。海外輪行だって何回もやってきた。だからわざわざ所有する必要がないと思っていた。本当にそうだろうか。僕は折りたたみ自転車を所有したことがない。レビューとかはしたことあるが、実際に所有したことがないのにああだこうだ言うのは恥ずかしいことだ。全く説得力がない。何ヶ月も実際に乗ってみて使ってみてこそ折りたたみ自転車の魅力に気づけるはず。ブロンプトンというメーカーはご存知だろうか。ブロンプトンはイギリス・ロンドンの職人が一台一台手作りする折りたたみ自転車である。イギリスではもちろん日本でも根強い人気があるメーカーだ。実に約50年の歴史がある。オリジナルフレーム、パーツ、変速機、塗装、組み付けなど、すべてロンドンの自社工場でやっている。メイドイン UK、 ハンドメイドインロンドンなバイクは確固たるブランド価値と一点一点考え抜かれたパーツやギミックがとても面白く、機能的で美しい。決して安いバイクではないが、所有欲を必ずや満たしてくれるバイクであることは間違いない。かくなる僕も実際にイギリスの工場へ行って見学させてもらい、溶接体験もさせていただいたことがあるが、本当に一点一点職人が作り上げていた。そんなブロンプトンが最近ブロンプトンジャパンを作った。それまでは水谷自転車株式会社が代理店をやっていたが、ジャパン法人ができ、ご縁があってレビュー用に長期で貸してもらえることになった。そして届いた。どこにあるかわかるだろうか。ここである。実にコンパクトだ。周りのバイクの存在感が強すぎて僕も編集中に探してしまった。展開方法はとても簡単で、シートポストを引き、あとは持ち上げるだけ。2箇所ボルトを手で締め込むだけで準備完了。ゆっくりやっても20秒あればすぐに走り出せる。実に早い。届いたのは P ラインというモデルで、2024年モデルのものだ。チタンと黒森の融合バイクで、クラシカルながらも軽量に仕上がっている。ちなみにこのモデルは新たに発売された12速の変速機がついている。かれこれ使い始めて2ヶ月ほど経ち、いろいろと分かったので、ようやく皆さんにブロンプトンの話ができる。今回は2つの項目に分けてまとめたので、それぞれレビューしていく。コンパクト性。折りたたみ自転車はその名の通り、でかくて厄介な自転車を小さくできることに最大の魅力がある。僕が使っていて一番輝くと感じたのは輪行だった。最近名古屋でイベントがあって、会場まで名古屋から5キロと微妙に距離があったので、ブロンプトンで会場まで走ろうと思い輪行してみた。正直感動した。駅に着くやサクッと輪行、ホイールを外す必要がない、手が汚れない、小さいので持ち運びが楽。
僕は肩掛けが嫌いなのでいつも手で持って輪行しているが、とても楽。ホームに着くや否やそのままグリーン車へ。今まではホームの端っこまで歩いて先頭車両を確保しようと必死だったが、ブロンプトンはこのコンパクトさだ。スーツケースより全然小さいからそこまで気を使う必要がない。驚いたのは座席の前にすっぽり収まってしまったことだ。足のスペースは少し狭くなるが、まさか自転車を自分の目の前に置いて電車に乗れるとは思ってもみなかった。新幹線でも同じ現象は起きた。感動した。今までは大型の荷物置き場を予約するのに必死で、予約できたとしても先客がいて置けなければ途方に暮れていた過去は何だったのかと思った。着くや否やさっと輪行袋から取り出し、そのまま即展開。背負っていたリュックをブロンプトンのフロントバッグとして装着して会場までゴー。なんてスマートなんだ。このバッグもブロンプトン製なんだが、肩紐がプラプラしないようにマグネットが組み込まれていてピタッとくっつく。よくできている。会場に到着後、出演者のテントにバイクを入れさせてもらったが、全然邪魔じゃないし盗難の心配が一切なかった。これはどこかでランチする時も場所によっては入れさせてもらったり、テラス席であれば目の前に置かせてもらうこともできるだろうと思った。また今回はホテルで宿泊したが、ホテルに入れる際も輪行袋に入れて室内まで持ち込んだが、全く苦ではなかった。ブロンプトンのコンパクト性は室内保管にのみ輝くと思っていたが、ここまで輪行が快適になるとは思ってもみなかった。何十回も輪行してきたからこそそれは強く感じた。走行性能。普段ロードバイクやグラベルバイクでガンガン乗りまくってる人が折りたたみ自転車に対して最も懸念に思っているのは走行性能ではないだろうか。僕もその一人だ。ヒンジの部分がガタガタしないか、しっかり踏んだら壊れてしまうのではないだろうか、そもそも走ってて気持ちがいいものなのだろうか。なんやかんや10年長距離から短距離まで普段からいろんな自転車でいろいろな場所を乗ってきた。だからこそわかる。ブロンプトンは思ったより走るバイクだ。変速のスムーズさ、小径車ならではの加速感、小回り、しっかりしたフレームで結構踏んでも受け止めてくれる頑丈なボディ、さすが50年折りたたみ自転車を作り続けたメーカーだけあって、走りの面では期待以上のものを見せてくれた。ただはっきり言ってロードバイクのスピード、巡航性能やグラベルロードの走破性はブロンプトンにはなくかなわない。例えばロングライドを速く走るならロードの方がいいし、未舗装路ならグラベルロードの方が速い。単純に走るだけならこれらのバイクの方がいい。だったらロードバイクやグラベルロードの方がいいんじゃねって思う人が思うかもしれないが、ブロンプトンの魅力はそこにはない。走りの部分は折りたたみ自転車の中で最大級のクオリティを出しつつも、走る場面以外でも最大級のパフォーマンスを発揮できることに魅力があると僕は思っている。公共機関や自家用車での移動、走る、宿泊する、これら全ての要素を気持ちよくしてくれる。車載する際はキャリアを用意したり、工夫することなくトランクに入れられ、輪行の際も気を使わない。宿泊の際も自転車の置き場所やセキュリティを気にしたり、自転車ありきでホテルを選ぶ必要もない。旅をする上で本当に走ることだけにフォーカスできるこのバイクは、旅好きである僕にとって最大級に魅力的な乗り物だった。決して何百キロもロングライドをするといった大胆なライドをしたいと思っていなかったが、このバイクで佐渡島一周、伊豆大島一周などキャンプライドを通じてロングライドをしてみたいなと思った。ここまでいいことばかり伝えたが、使い続けて気づいた懸念点もいくつかあったので共有する。まず小径車ならではの弱点であるハンドルのふらつきは気になった。高速巡航はもちろん、ボトルケージがついていないのでドリンクを飲んだりする際、片手で飲もうとすると結構ふらつくのでバランスを取るのが難しい。停車した時手放しがしづらい。ロードバイクの場合、信号待ちなどで停車した時にトップチューブを股で挟めるので容易にハンドルから手を離せるが、
ブロンプトンは乗車しやすくするためにトップチューブが低い。そのため停車してもハンドルから手を離しづらい。結構フラフラするので、またでしっかり挟むか、サドルの上にしっかり乗り続けないといけない。変速に関しては慣れが必要。外装4段、内装3段の12速変速だが、ロードバイクと違って癖がある。例えるならフロントのチェーンリングが3枚ついたバイクのイメージだ。今はフロント2枚、または1枚が主流なので少しややこしい。また内装の3段はペダルを回しながら変速はできない。足を止めて変速しないとうまく変速できないのだ。その代わりペダルを回さなくても一気に2段変速することができる。不思議な変速機だ。そして最後、金額である。ブロンプトンは決して安いバイクではない。現行の C ラインは26万150円、僕が持っているこの12速の P ラインは48万700円。チタンと黒森のハイブリッドバイクと思えば、まあ妥当かもしれないが、折りたたみ自転車としてはかなり高額な部類に入ることは間違いない。オリジナルのフレーム、パーツ、変速機、塗装、組み付け、すべてイギリス・ロンドンの自社工場でやっている。メイドイン UK、 ハンドメイドインロンドンなバイクという確固たるブランドの価値、一点一点考え抜かれたパーツ、ギミック、走行性能に対して価値を感じるのであれば、一生もののバイクレベルで選ぶ価値あると僕は思っている。まあ日本でいうのはメイドインジャパン、ハンドメイドイン東京みたいなもんだ。海外の人間からするとそれだけで価値を感じる人はたくさんいるだろう。細かなパーツ、アフターパーツは全て購入することができ、容易に修理することができるというところも長く使うのであれば重要なポイントだろう。自身が乗りたいイメージがはっきりしているのであれば、ファーストバイクはもちろん、セカンドバイクとしても輝けるバイクであることは間違いないだろう。この動画が悩める皆さんの役に立つことを祈っております。それでは。